にちは。こんにちは。しおりです。え、下の名前渡辺です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、ゴールデンウィークに使える、うんうん、このハーフ、おすすめのハーフアップアレンジをやってみました。はいはいはい。なんと使ったのはゴム2つだけです。で、今日もめちゃくちゃ簡単です。なのでぜひ試してみてください。動画スタート。N ドットのポリッシュオイルをつけていきます。中間毛先にしっかりつけて、表面にも軽くつけていきます。このぐらいまとまり感が出るぐらいつけます。耳後ろで分けます。サイドの髪を縦に割り、前の髪を上にロープ編みしていきます。反対側の耳後ろの髪を取ります。左の耳後ろに持ってきてゴムでくくります。フルリンパします。反対サイドも同様にやっていきます。耳後ろの髪を取り、耳後ろで結んでいきます。フルリンパします。ゴムに近いところからほぐしていきます。反対側もゴムの部分を持ち、ほぐしていきます。サイドの部分はほぐすと崩れやすくなるので、そのままにしておきます。トップの部分は3ミリ程度で5箇所ほぐしていきます。今日のポイントは、しっかりサイドの髪がボワンって広がっちゃうと、可愛くなくなってしまうので、あまりサイドの毛はほぐしすぎないことと、ゴムはしっかりくぐることで可愛くなるので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。バイバイ。